真庭市立天津小学校は、岡山県真庭市美名にある公立小学校。2010年度現在、在籍児童数が135名の小規模校である。自主的、創造的でたくましき生きる子供の育成を教育目標に掲げる。かつて校庭に大きなポプラの木があり、そのことは校歌の歌詞にもなっている。真庭市の以下の地区が学区となる。全域が、 マニワ市合併以前の旧落合町域であり、卒業生は基本的にマニワ市立落合中学校に進学する。なお、杉山地区からの通学者は遠方のため朝の通学時のみ、マニワ市立落合中学校が運営するスクールバスを利用する。現在の本校舎は2000年3月に落成したものであり、体育館と特別教室は1981年に、 完成したものを使用している。各学年に一つの普通教室を備えるほか、図書室、コンピュータ教室、特別教室、生活科教室、保健室、家庭科室、スタジオ付き放送室、理科室、和室、メディアコーナーなどを持つ。また校舎屋根には、明かり窓が設置され、吹き抜けを通して1階の多目的ホールを照らす。 この多目的ホールは1階の廊下の役割を担うほか、全校集会を行えるほどの収容力を持つのも特徴である。落合町市地区市編落合町立天津小学校、落成記念誌。ありがとうございます。